コレステロール依存性細胞溶解素は、グラム陽性細菌によって分泌される、ベータバレル型膜孔形成毒素のファミリーである。分泌された直後は50から70系だの水溶性、単量体で、標的細胞膜に結合すると40個の単量体で、環状ホモオリゴマー複合体を形成する。複数の構造変化を介して、ベータバレルの膜貫通構造が形成され、 標的細胞膜を貫く。CDC は、標的細胞膜への結合に、標的細胞膜中のコレステロールを必ずしも要求しないが、膜構形成に必要とする。例えば、ストレイプテコカスインテルメディウスによって分泌されるインターメディシリンは、コレステロールの存在とは、無関係に、特異的タンパク質受け容体のある、 標的膜にのみ結合するが、膜孔形成にコレステロールを要求する。ただし、CDC がどのようにコレステロールから活性の調節を受けるかは明らかになっていない。膜孔が標的細胞膜に形成されると、標的細胞の内部環境調節をよ、物質の流出入が破壊される。直径約250の膜孔は、アミノ酸、ヌクレオチド、低、 高分子量タンパク質及びイオンを細胞内から喪失させるのに十分である。特に複数の生理学的経路に関与するカルシウムの喪失は細胞の生死に影響する。また、細胞外の水分子が流入して、小胞や細胞死が引き起こされる可能性がある。最近は病原性因子として CDC を利用する。 マクルファージのような免疫細胞を攻撃させ、呼吸バーストによる食作用や殺菌作用を回避する。コレステロール依存性細胞溶解素の一時構造は40%から80%の配列近似性を示す。約471アミノ酸のコアは全 CDC で共有、保存されており、近似性の高さはこのコアによる。コアの配列は、 CDC ファミリーの最小メンバーであるニューモリシンの配列に相当する。他のメンバーには通常、多くは、機能道な N 末端変異があり、一部は分泌以外の、様々な機能を果たすと考えられている。リステリアモノサイトゲネスのリステリオリシン O の場合、N 末端にプロリン豊富配列があり、LLO の安定性に寄与する。ストレイプテコカス。 マイティスやエススドヌーモに由来のレキティナリセン、アミノマッタンに機能性不交付結合レクチンを含む。すべての CDC は、高度に保存されたウンデカッペプチドを含有し、これはコレステロールでの膜認識に重要であると考えられている。CDC 単量体は4つの構造ドメインからなり、ドメイン4は膜結合に関与する。CDC 単量体は、 標的細胞膜に結合すると、オリゴマー化し、標的細胞膜を貫通する、ベータバレル構造を形成する。CDC 間で、膜構形成に必要とされるアミノ酸コアブイは、保存されており、三次元構造や、膜構形成機構は、類似する。構造的に保存された、ドメイン4は4つの保存ループ L1、L3 と、ウンでカッペプチド領域で構成され、これは、 コレステロール依存な膜認識に関与すると考えられている。これらループの単一アミノ酸就職で、ウェルシュ菌由来 CDC のパーフリンゴリジン O がコレステロール豊富なリポソームに結合しなくなる実験結果がある。L1 でトレオニントロイシンのペアがコレステロール結合モチーフを構成し、基地の全 CDC で保存されている。パーフリンゴリジン O のドメイン4の L1。 L2, L3 及び、ウンデカっペプチド領域。ウェルシュ菌によって分泌される、パーフリンゴリジン O は、膜甲形成の始まりに、標的膜のコレステロールに結合する。最初の結合は、頬のドメイン4の C 末端で起こる。頬単量体は、オリゴマー化して、プレ膜ク複合体を形成する。パーフリンゴリジン王のプレ膜構造と膜構造オリゴマー化は、 標的膜への結合に必須である。CDC のオリゴマーカは、タンパク質脂質相互作用、またはタンパク質、タンパク質相互作用から始まる、両親倍性 β さえの α ヘリックス領域の変換を必要とする。水溶性形態は、単量体のコア β シートのある一つの塩分へと接触することによって、オリゴマーカを阻止される。具体的には、 短いポリペプチドループである β5 は β4 と水素結合し β4 が隣接単量体の β1 と相互作用することを防ぐ。膜表面への D4 の結合はドメイン3の構造変化を引き起こし β5 を β4 から離れさせるように回転させて β4 を露出させ別の方分子の β1 差と相互作用させオリゴマー化は始まる。 早期オリゴマー化を防ぐ、ベータ4とベータ5ループが結合した、パーフリンゴリシンオードメイン3の水溶性、単量体形態。35個以下の数の4単量体から2つの、両心倍性膜貫通型ベータヘアピンが、競争的に挿入されると膜後形成が始まり、膜を貫通する巨大なベータバレルが作られる。 ベータバレルが形成されることによって単一のベータヘアピンの集合が挿入される場合と比べてエネルギーの必要量を低下させ CDC が膜に挿入される際のエネルギー障壁を迂回させる水溶性単量体形態においてドメイン3の中心ベータシートの両側に位置する膜貫通ベータヘアピンは素水性残機の露出を最小限に抑えるため 折りたたまれて3つの短いアルファヘリックスとなる。アルファヘリックスは標的細胞膜に重層に挿入され、コンフォメーション変化が両心媒性ベータヘアピンで起こる。ベータヘアピンの浸水性表面が素水性の標的膜コアではなく周囲の水系溶液に露出したままとなるようにするための競争機構が挿入過程に必要である。水溶性単量体形態のパワフリンゴリジンの リボンモデル。D3 中の6つの短いアルファヘリックスは、2つの膜貫通ベータヘアピンの TMH1 及び TMH2 を形成するよう解かれる。単量体、パーフリンゴリジンオードメイン3における TMH1 及び TMH2 のアルファヘリックスから、ベータシートへの移行 CDC の標的膜への結合において、CDC がコレステロールを認識するか、もしくは、 インターミリリセンの場合は CD59 膜アンカー型タンパク質を認識することが必要である。コレステロール認識は深刻細胞に対する特異性をクリコシルホスファジジ類のシトールアンカータンパク質 CD59 は人細胞に対する特異性を与える。コレステロールは全ての CDC にとって標的細胞への結合に必ずしも必要ではなく、 アイリーは必要としないが、アイリー含めすべての CDC は、膜後形成にコレステロールを要求する。CDC は、コレステロールと酸素に感受性がある。ロンフラが CD、CDC が単理された、細菌培養状器用種をコレステロールと共に、プレインキュベートした後、酸素にさらした結果、CDC は、不活性化された。CDC は、pH 感受性でもある。 ネルソンらが液体倍値の pH を7.4から6.0へと変化させたら、方のコンフォメーション変化が生じ、標的膜への結合に必要な最小コレステロール式位置が変化した。酸性 pH で活性な CDC、リステリオリシン O は、摂氏30度超の温度かつ中性 pH で、水溶性単量体のドメイン3のアンフォールディングで、不可逆的に機能を失う。 細胞膜中のコレステロールの存在は CDC の膜構形成に必須である。脂質二重層におけるコレステロール分子の配置も結合の成否に重要であると考えられている。コレステロールの非極性炭化水素微部は膜脂質二重層の極性中心に向かって配合し、一方で 3β 大きは脂肪酸素のエステル結合に近づくように配合し、グリセロール主査は 膜表面近くに位置する。膜表面近くの 3β 大きい含めコレステロールは臨死室等武器に比べてあまり露出しない。膜表面で膜外分子がコレステロールを利用可能かどうかは臨死室やタンパク質などの他の膜成分との相互作用に依存する。コレステロールの多くがこれらの成分と相互作用すると膜外分子との相互作用は少なくなる。 コレステロールの利用可能性に影響する要因には、極性頭部のサイズ及び臨、臨脂質の 3β、大コレステロールとの水素結合能である。コレステロールは、臨脂質と会合し、化学量論的複合体を形成し、膜の流動性に寄与する。コレステロール濃度がある値を超えると、有利コレステロールは、膜の外で沈殿し始める。 CDC の結合及び膜後形成は、コレステロール濃度が膜ン脂質の解合能力を上回るときに起こり、CDC は過剰なコレステロールと結合できるようになる。水溶液中のエピコレステロール凝集体の存在下では、法の変化は現れないが、コレステロール凝集体の存在下では、法のコンフォメーション変化及びオリゴマー化が開始される。 エピコレステロールとコレステロールは 3β 大きの配高が異なり、エピコレステロールはアキシアル、コレステロールはエカトリアルである。ヒドロキシル元の配高は CDC の結合、膜構形成に影響するので、ドメイン4の結合ポケットにステロールをドッキングするために、または脂質表面に適切に露出させられるために、エカトリアル肺座が必要であると考えられている。 CDC のドメイン4における保存された、ウンデカッペプチドモチーフは、CDC のシグネチャーモチーフである。もともとは、コレステロール結合モチーフであると考えられていたが、現在は違うことが明らかとなっている。コレステロール結合モチーフは、ドメイン4の基部にあるループ1における、トレオニンマイナスロイ身体である。保存、ウンデカッペプチドは、 CDC 単量体ドメイン3の構造変化の開始における膜への結合のアロステリック経路の重要な要素であり、プレ膜幸福語体へのオリゴマーカを開始させる。細胞膜の臨時質素性は膜内のコレステロールの配置に関与し、CDC の膜結合と膜高形成の開始に影響を与える。パーフリンゴリジン O は18炭素アシルサを含む、 ン脂質を主体とするコレステロールに富む膜に選択的に結合する。塩水系の分子形状の脂質は膜コレステロールのエネルギー状態を変化させ、コレステロール依存性細胞溶解素とステロールの相互作用を増大させる。ある一定値以上のコレステロールは CDG 結合、膜後形成に必須であるため、CDG は脂質ラフトと解合すると考えられていた。 しかし、後の研究で、脂質ラフト形成に必要な成分であるスフィンゴミエリンは、パーフリンゴリジン O の標的膜への結合を促進するのではなく阻害することを示した。膜表面でのコレステロールの露出は、臨脂質の頭部元を切断する、ホスホリパーゼシーなどの他の膜損傷毒素によって促進されることがある。放酸性性のウェルシュ菌は、エシカテイで、 アルファードクソを、リステリアリシンオーサン生成のリステリアモノサイトゲネスは、ホスホリパーゼシーを共に分泌する。リポソーム膜のウェルシュ菌アルファードクソ処理は、膜上のフォーカス性を増加させる。しかしながら、この効果はインビボではあまり見られない。ウェルシュ菌が水素におけるアルファードクソの主な作用部位は、筋組織であるが、方のノックアウト変異は、筋エシの経過を優位に変えず、 アルファ毒ドクソの臨死室頭部元の切断は、放火製造化をもたらさないようである。ありがとうございます。